Okay.政宗暗殺を企て真田幸村との対決に水を差した仮面の男は豊臣軍の軍師竹中半兵衛であった。竹中が北条氏政の治める小田原方面へ逃走したという情報を得た政宗は片倉小十郎の傷が癒えるのを待ち小田原城へと向かったのであった。この落とし前はつけてやるぜ。小田原追撃。野郎、どこに消えた。豊臣の軍師竹中半兵衛の居場所、北条なら何か知っているやもしれません。キャッチラーの時に栄光を取らせる。やれやれ、そんなにせかすなよ。
震えてるぜ、じいさん。政宗様、あまり無茶をなされるな。Yeah!
この北条氏政、誰にも私はせんぞ。せや、お守りくだされ、ご先祖様。小次郎、皆を見て心配だ。という男はここにはおらん。そうだ、わしを見つめてどうするつもりじゃ。泣き寝とは言ってもねえぞ。あの北条が落ちればねえな。ご存知さんの腐れの陰で泣いてるね。やれやれ。はい。Piece of cake。今回も楽に戦ったぜ。おい、小次郎。勝ちどきあげろ。